はいえー、それでは今日も読書レビューをしていいいきたいと思います、えー、このチャンネルでは私が一日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという、えー、内容になっていますで。普段ご紹介することが多いのはビジネス書が多いです。 でその他のジャンルについては、この動画の、えー、説明欄にですね、再生リストへのリンクが作ってありますので、もしよろしければ、えー、そちらからご覧いただければと思います。でまたあの、コメント等ですね、ぜひあのよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンの方も、えー、いただけると大変励みになります。で今日ご紹介する本は、えー、こちらの学生社会人のための大学大学院留学徹底ガイドというタイトルの本になります。 でまあ、本というか雑誌ですね。でえー、と私自身今実はアメリカで生活をしているんですけれども、まあ、あの子供がいたりとかです、ね、自分自身もまあ海外で生活をしてみてあのまあ必ずしも日本だけで、えー、まあ大学生活やまあ高校生活をするということだけではなくてです、ねまあ、あの選択肢として海外というのもあるのかなということを考え始めて購入した本になります。 はいでえー、と中身としてはです、ねまあ、あのタイトルの通りなんですけれども、まあ、主に大学とか大学院に留学をするときに、まあ、あのどういった選択肢があるのかまたどういった選択肢に対してどれぐらいお金がかかるのかというところを、まあ、あの説明しているような内容になります。でえーとまあ、海外 という,ふうに言ったんですけれども、まあ、アメリカとかカナダとかオーストラリアニュージーランドイギリスまた一部マレーシアとかですね、まあ、あのそういった人気の留学先に対して、まあ、どういう大学があって、えー、まあ国ごとにどういう特徴があるのかとか、えー、まあどういう制度があるのかっていうのを説明してます。であのいいなと思ったところはですね、えー、まあ実際にそういう選択肢を取った、まあ、先輩方というか、えー、にですねインタビューをして、えー、まあその具体的な経験とか苦労っていうのを比較的文字数 割いてですね説明しているというところはまあ非常に良かったかなと思います。 でえーとまあ、何かです、ね、一方的に、えー、その留学を進めるような内容の本になってしまうとどうしてもその留学の良さみたいなところばっかりフォーカスされているような印象があるんですけれども、まあ、この本はです、ね、比較的そのネガティブなところとか、まあ、苦労したところも含めて、まあ、あの正直に書かれてるんじゃないかなということをまあ感じました。まあ、これはあの私が今アメリカでまあ生活をしてて感じたところからまああの推測なんですけれども、まあ、そんな印象でした。 でえっと、あともう1、2点良かったなと思ったところはですね例えば、えっと、具体的に費用がどれくらいかかるのかとかまたそれに対して奨学金がどういう制度があるのかでその奨学金に対してもさ、えー、まざ、あ、まな種類がありますよという説明であったり、えーまあ、自分の必要としている条件また行きたい大学、そして行きたい国とかですねそういったまあ個別の事例に対してこういう奨学金がありますよという例を、あのーまあ、4つ、5つ紹介しています。でもちろん これで全部あのフォローしているわけではないんですけどもまあ、こういう制度があるのかというのがまあ、比較的、えー、後半に詳細に分かりますので、まあ、ここをきっかけとしてですね自分で、えー、まあ、他にどういうものがあるのかなっていう調べるのに対して、まあ、非常に入り口として適切かなというような印象を持ちました。ああと一部ですね、あのー 4年生の大学への入学だけじゃなくて、えーまあ、短期留学とかですね、えー、とそういった内容についても、まあ、書かれてますのであの、まあ、留学っていうのを考えてる人また,、えー、た海外の外学大学に入学っていうのを考えてる人、まあ、あの非常に幅広い対象の方に対して、まあ、あの情報が説明されてる本かなというような印象でした。 はい、であと後半はですね、えっとまあ、その具体的な、えー、世界の大学、210校ピックアップをしてます。 でえー、とその210校に対して、まあ、どういう授業料の大学なのかまた入学に際してどれぐらいの英語力が必要なのかまた成績の目安がどれぐらいなのかというのを、まあ、データベース的にです、ね、ご紹介しています。まあ、こんな感じですねで、えーとまあ、これもですねあの網羅的に調べようと思うと結構情報が取りにくかったりとかあの個人のウェブサイトだとどうしてもその方が行かれた国の、まあ、バイアスがかかってたりとか、まあ、そういうことがありますのであの全体像をつかむのに非常にいい内容だったんじゃないかなというような印象でした。 はい、今日は以上です、えー。チャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひ非よろしくお願いします。